ウロク28第28課、ことわざと生きる4ロシアのことわざが使うテーマは実に様々ですが、中でも学ぶことの大切さについてのことわざが多いのには驚かされます。ことわざというジャンル自体が、もともと民族の知恵を学び、それを大切に守ろうとする民衆の心の表れですから、それも当然のことなのかもしれませんが、 Век живи, век учись. Учиться никогда не поздно. Учение свет, а не учение тьма. На ошибках учиться. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. では、ポイントとなる単語から見ていきましょう。うちえにえ。学問。うちえにえ。フキーズナークを使うのは古い綴りで、現代では普通、いいを使ってうちえにえと綴ります。にうちえにえ。無学、無知。にうちえにえ。つま。闇。つま。ばつ。間違う。 不完了体です。完了体はアシビッツァで,すでは、ことわざの意味を一つずつ確認しましょう「聖ある限り学べ」「ウィエク」は百年の意味にも人の一生の意味にも使いますここはどちらの意味にとっても意味は通じます「ジビ」は「生きる」「ジーチ」の命令形「うちぃし」は「 学ぶうちっの命令形です学問に遅いことなしにかくだに何々で決して何々ということはないという強い否定を表しますがこの強い否定の表現については今日のポイントで勉強します学問は光無学は闇 失敗で学ぶ失敗は成功のもとということです間違わないのは何もせぬものだけでは今回の5つのことわざを発音してみましょうジェーニャさんの後についてどうぞ「うちつぅ」にかがだにポズナ。

イズチャーチ、ウチイチ、ウチッザ、ザニマッザ。使い方や意味の違いを理解するのに一苦労だったと思いますが、これらの動詞を見て、ロシア人はよほど勉強が好きなんだなと感心した方も多いのではないでしょうか。このことはロシアのことわざについてもそのまま当てはまると思います。 今日のポイントのコーナーです。学問に遅いことなし。ロシア語では、疑問詞の多くは頭ににを添えて強い否定を表す語句として用いられます。これらの語が前置詞と一緒に用いられる場合には、頭のにの部分と疑問詞の部分が分離するので注意が必要です。 では練習問題を通して強い否定の表現をマスターしましょう練習1です括弧の語を用いて強い否定を表す文を完成してください1番です括弧の中の語は「にかダーです文のどこに入るのが自然か考えてくださいおじいさんは決して笑わないこの文の場合は「 二かくだは二売りばエッツァの前に入るのが自然だと思いますが、例えば、ジぜドシュカに売りバえつだにかくだのような語順でもいいのでしょうかジェニアさんいかがですかうん。このような語順でもいいんですけど、ぜえドシュカ二くだをにうりバえツァの方が自然なのかなという気がします。二かくだを最後に持ってくると、ちょっとこの二かくだを強く言いたい。 という意味になりますね。二角ダーが強調されちゃうんですね。そうですね。というわけで、この文の場合にはジェードしか二格ダニグリバエザがまあ自然だということですね。ま、そうですね。はい。二、はい、番です。括弧の単語はニクダです。今度はどうでしょう。えとニクダにガジッサ。これは何の役にも立たない。ガジッサは役に立つという意味の動詞ですが、ニガジッサ役に立たない。 とと否定文でで使うことが多い動詞です3番です括弧の中の単語は「肉頭」ですが肉頭の場合には「核変化まで考える必要がありますここは何書くがいいでしょうかにわれやもそれについては誰にも話してはいけない「肉頭」の予覚「ニカムー」が文頭に入りました4番です括弧の中はニカ濃いです この単語も格変化を考えなくてはなりません。さて、どうなるでしょうか彼にはどんな予定もない。プラーナフは計画、予定、プランの複数性格です。プランは予定の意味では複数形で使うことの多い単語です。ニカ恋もプラーナフの格に合わせて複数性格のニカキフになります。 5番です。カッコの単語はニカークです。この単語は変化しませんから安心です。にどうしても問題が解けない。6番です。カッコの中は全知詞アとニシュ等です。全知詞があるときにはニとシュ等の部分が分離することに注意してください。 私の娘は何の話もしてくれない。日首頭は全近くになりますが、その時、全知詞の「あ」が間に入って、ニアチょンとなります。7番です。括弧の中は、全知詞すと肉頭です。今度はどんな形になるでしょうか。私の息子は誰にも相談しない。動詞サビエタワッツァ。 は誰々に相談すするとという場合前置数プラス増額と続けますここは誰にも相談しないということで肉頭は増格になりますがこの時前置師数が間に入ってニスケンとなります動詞サビエタバチは「進める」「アドバイスする」ですが「シャー」をつけると「相談する」になります サビエタバチもサビエタバッツァーもどちらも使いこなせるようになりたい動詞です。では1番から7番まで発音してみましょう。1番です。2>, никогда не 2番です。Не 3番です。Не говоря об этом. 4番です。 У него нет никаких планов. Губандес. Никак не могу решить задачу. Рукубандес. Моя дочь ни о чем не говорит. Нанобандес. Мой сын ни с кем не советуется. Дева Цузюйте Дэнши ことわざの説明文とことわざを合わせてくださいでは選択肢にあることわざの方から見ていきましょう「あアジオシュカ」は服「服く服装」の意味で「アジエジュダ」と同じです動詞「フストリチャーチ」は「出迎える」ことわざの前半は「服装で出迎える」あるいは「服装で出迎えられる」 後半の動詞プラバジャーチは見送るですから、後半の意味は最地で見送る、あるいは見送られる。ことわざ全体は、衣服で出迎え最地で見送るとなります。言いたいことは大体わかりそうな気もしますが、とりあえず表面的な意味の確認だけで次のことわざにいってみましょう。形容詞プストいは空の空っぽの。 名詞ブリューハは,は腹、お腹。グルーハはグルホイの単語尾中性形で意味は耳が聞こえない。ことわざの意味は空っぽのお腹は学問に対して耳が聞こえないとなりますが、これはどういうことでしょうかここも深追いはしないで次のことわざに移りましょう。う。チェルピエニエは我慢、忍耐。 トゥルートは、労働勤勉。動詞ピリトゥルートの不定形は、ピリチェリエチで意味は、すりつぶす、粉々にする。忍耐と勤勉はすべてをすりつぶす。では、今度は説明文の方を見ていきましょう。1番です。 プライジョットの不定形はプライチーで意味は過ぎ去るザブージェッツァの不定形はザブイッツァで意味は忘れられる説明文の意味はもし一生懸命頑張るなら辛いこと良くないことはすべて過ぎ去り忘れられると信じられるときにこう言われるいかがでしょうかこの説明に合いそうなことわざを選択肢の3つのうちから選ぶとしたら そう、うの、チェルピーニー・トゥルトフシオ・ピリトゥルートが良さそうです。では、2番です。ガヴリッツァ、カギダノジノパトクリピッチヴァ・ピチカギーチは力をつけるという意味ですが、パトクリピーチシベアは具体的には腹ごしらえをすることを言います。ピエリッチェムカークは大事な言い回しで、〜何々する前に。 説明文の意味は何かをする前に腹ごしらえが必要な時にこう言われるとなります。この説明に合いそうなものといえば、イのプストイブリュファクウチエニュグルーファになりそうです。スきっパラに学問は聞こえぬということわざは学問の話ではなくて腹が減っては戦はできぬという意味だったようです。ところで、ロシアのことわざには衰退イイブリュファクウチエニュグルーファ 満腹に学問は聞こえぬという正反対のことわざもあります。こちらは、道足りた生活からは工夫は生まれないという意味で使われるようです。では3番です。ピィエールヴァイフピチェトリエニエは第一印象。人と知り合った時の第一印象はあまりよくなかったが、 その後、その人が親切で賢いと分かった時にこう言われる。衣服で出迎え、最地で見送るというのは、こういう意味だったのですね。今の説明ですと、最初の印象はパッとしなかったが、その後、その人の実力が分かってきたという説明でしたが、逆の場合にもこのことわざは使われますか第一印象は素晴らしかったが付き合ううちにだんだん評価が低くなるという場合なんかいかがですか 逆の場合にも使えます第一印象は良いですが結果としてはあまり良くない人になったとか、ええ、逆に第一印象はそんなに良くないんですけど実にはすごくいい人という場合には<あ>両方の場合に使えますねどちらの場合も使える、ね使えね、ということなんですねまあ要するに第一印象だけで決めてはいけないという意味ですねわ、はい、かりました今日の勉強はここまでですでは皆さんさようなら До свидания!